パジガブをご覧の皆様こんにちは、こんにちは、ムッキーです。ムーミン間違いです。はい、今回は2人で、はいはい、パチンコ CR ぷよぷよ、はい、こちらの方のね信頼を取材していきたいとやっていこうと思います。はい、思っているわけでございますけれども、まあ今回ね2人が呼ばれたのにはわけがありまして。何ですか。まずムムさんといえばですよ、ムムさんといえばぷよぷよみたいなところあるじゃないですか。まあそうですよね。群馬のぷよぷよ王でしたっけ。なんか大会で2年連続優勝みたいな。確かそうですね。いやしてないですよ一切僕はパズルゲームは苦手ですよ。苦手なんだ。苦手です、苦手です。あれじゃあぷよぷよはやってこなかった。まあいやでもやってますよ、ぷよぷよは。やりました。やりました。結構うまいですか。そうですね、3連鎖4連鎖ぐらいはまあできるかな。中途半端なこと言うのやめてもらっていいですか私はまあね、地元赤羽なんですけど、はいはい、赤羽で2位ぐらいまで登り詰めたんですよ、ぷよぷよ。ちょっと待って、誰がそれを審査するんですか。それ勝手な身内、この地元感、地元の中で、はいはい、そう、やっぱ10年ぐらい前にね、ちょうどぷよぷよみんなでハマってる時期があって、はいはい、家で夜通しみんなでぷよぷよやったりしてどうしてもね、一人勝てない後輩がいたん で赤羽で2位って言ってるんですよ。そう、2人だけの話じゃないですかいやいや、いっぱいいた、10人ぐらい。10人ぐらいいたんですね。そうそうそう。なので今回は、まあ、ぷよぷよにゆかりのある2人が無理やりだ、無理やり感がすごいですけどね、はい、この2人でぷよぷよ、実践の方をしていきたいと思います。ムムさん、はい、はい、言うことあるでしょ。はい、そうなんです、言うことがあります、はい、ですね、みんなに言ってごらん。過去の動画はですね、パチガブのアプリなんかで見れちゃいますね。はい、はい、リニューアルしたアプリ、YouTube チャンネル、そして Twitter の方の登録をよろしくお願いいたします。はい、なんで斜め下を見てるの。カメラここだから、ね、そうそう、カメラそっちに向かって。そうそうそう、はい、なんでダウンロードすればいいの。ダウンロード、そうなんですね。Twitter アカウント、はい、で YouTube チャンネル、はいはい、あとリニューアルされたアプリ、なるほど、これがまた使いやすくなってですね、はい、いろんなまとめサイトがなんか見れるようになった感じであります。はい、ございますけど。わかりました。はい、ぜひじゃあダウンロード登録の方よろしくお願いします。はい、それでは早速実践の方に行きたいと思います。本機は大当たり確率約 159.8 分の1、確変割合は 65% となっています。大当たりはすべて2ラウンドとなり、小当たりラッシュであるスーパープヨプヨチャンス突入が出玉を増やしていくメインとなります。スーパープヨプヨチャンスはプヨドラムが4つ揃い続ける限り継続します。はい、それでは、はい、早速実践の方を始めたいと思います。始めましょう、はい、さあ当てちゃいましょう。いややっぱね、ぷよぷよ愛がありますから我々には愛があれば当たりますよ。何、はい、でしたっけ、2位でしたっけ。そう、はい、赤羽2位なんで、はい、任せてください。早々に当てちゃうからなあ、でももう筐体がもうすごいですよね、本当に、シンプルというか。いやそうすると多分分かりやすいよね、はいはいはい、演出がね、液晶がないから、はい、セグとぷよぷよのですよね、なんか、うん、あ、点滅。あ、3つまでいったよ。え、もう次の放流が点滅なんです。ファンファンファン、1回転で2回変動してますね、はい、だからカオリキさん言うところのビッグドリームと一緒だっていう。取られたまあそれで先ほど、ね、はい、その話をしたんですけど、言ってたんで僕はその丸パクリしたわけですけど、よ、これで5が止まると連続演出、はいはいはい、456の順目、1回目、まあ、でとりあえず1個、はい、プヨセグ連出、じゃないプヨセグ連続演出、プヨセグ連続演出、はいはいはい、今噛んじゃいましたけど、はい、すいません、はい、そうですね、これでカオリキさんに言った通り、はい、5が止まれば、あ、いいじゃないですか。いいですよ。2個、これで2個、はい、まだお邪魔ぷよだよ。まだそうなんですよね、それがお邪魔ぷよ。もう一回行ったら結構偉いね。いやいや、行きますよね。まあ同色が増えることチャンスということで2個でした。いやでも点滅保留なんだよな。まあそうなんですよ ねダメだ。まあ保留のね種類もたくさんね、あれ、あれちょっとカオリキさん、はい、消灯しましたよ。そうですね、発展しました、はい、全部のドラムを同時に回転させて、お、とんでもないミッションが急にとん
でもないか。いや、とんでもなくはないですよ。とんでもなくはないけど、まあ、いいとも簡単でしょう。あの、ね、もうね、やっぱり、はい、保留が気になっちゃうんだよね。まあ、そうですよね、うん、白の点滅ということで。さあどうやさ、どうやさ、どうやさ、いきます。おお、嘘でしょ、ちょっと回ったよ、いきなり。あれあれ、揃ってる、揃ってますよね。4揃ってた、4揃ってますね。揃ってのぷよぷよも揃って大当たりちょっと早すぎたね。10回転も回してなかったよ、はい、今とりあえずこれで揃って、はい、あ、そうですよ、ここ言ってますね。ここ重要ですよ。何で揃うか。7が偉い、7なら偉い、いきます。4、まだ分かんないです。そうですね、うん、七図柄で当たるとスーパープヨプヨチャンス、はい、小当たりラッシュですね。例のスコアたりがどんどん連鎖するってやつですね。そうでございます、はい、とりあえずまあ4なのでまだ分かんない。そうですね、うん、とりあえず大当たりを消化しましょう、はい。まあ、このままだと時短30っていうことで。そうですね、はい、これでこれだ、ここここ2ラウンド終了後に、まあ、今ルーレットで、うーん、赤だ、赤ですね、赤ということでプヨプヨチャンス、点差パーリの、はい、まあ、高確率、要は確変状態ですね、赤は、はい、緑の場合は時短30回、はい、時短30回、ね、赤の場合はひとまずだから 65% の確変の方には引いたと。はい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 、うん、まあ、ここで引いちゃえばねっていう話でございますからね。ここで引いた場合に関しては、はい、ただまたこの赤がループすることがあるんだよね、はい、ああ、なるほどなるほど。ただ我々が入れたいのはスーパープヨプヨチャンスっていう、そこがレインボーに光る、そうそうそう、はい、小あたりの方を入れたいので、だまさに7のこのあれですよね。ダメだ、あ、赤の場合だけはこの赤がループすることもありますという。7以外だとまたこれね、はい、赤の可能性が出てきちゃうんで、当たってもまあ結局2ラウンド、はいはい、小当たりで、小当たりラッシュで球を増やさないといけない台だから、入れないことにはどうにもならない、はい、スーパープヨプヨチャンスをちょっと見たいですよね。そうなのよ、はい、7で当てたい。お、3点牌、あれ当たれば確変ですよ。緑図柄ダメ、あれ、お、行きましたね。どうなっちゃうの、 SP A 賞リーチ。いやでも通常の可能性あるから。そうなんですよね、緑図柄の天敗は外れてくれていいな、これは。え、止まる、あ、おー、行きましたね、やっぱり。あー、行った。いやでも通常あるよ。そうなんですよね、うん、ただここでもまだそのスーパープヨプヨチャンスがあるかもしれない。プヨセグチャレンジ、はい、せめて赤、赤以上は欲しいですよね、うん、これ。さあナンバー2、白い、おお、ちょっと待って、すげえ7になった。さすが赤羽の数のここの実力がここでこれ自分で言ったけどちょっと恥ずかしくなるからやめてもらっていいですか。俺も恥ずかしくないときちょっとやめましょう。これでスーパーぷよぷよチャンス、はいはい、今ご褒美あげるねって言って、これで2ラウンド消化ですね。これでとりあえず2ラウンド分アタカー空いて、はい、10カウントで消化が終わったら、はい、電サポじゃないんだよね、小当たりラッシュが。電サポじゃないんですよね、電サポが使わない。そう、電サポなしって書いてあるからちょっと、はい、あれ、ね、って思うんですけどなんかね、ここね、1個小球のなんか、そうそうそう、はい、ここで抽選されてるので、これで赤、レインボーで、レインボー来た、レインボーですね、スーパープヨプヨキュイーンって言ったらここが開きますね。もうそうですね、はい、もう当たりです。キュイーンって入って、まあ、だいたい2個、3個、まあ3個入るときもある。そうですよね、うん、だからハマればハマるほどに玉が増えると。当たりやすい、そういうことですよね。そうですね、小当たりラッシュといえば、はいはい、28か、約で、まあこの時にもその 65% で確変で、はいはい、35% で何ですか、通常っていう、うん、まあ、抽選されてると思うんですけど、うん、通常の時にまあ主に演出が起こるということですよね。なんかピンチ演出がだから、うんうん、まあ、学園の時は自然に当たってるっていうか、まあ、何ですか、その、はい、やばい、もう20連鎖もしてるよ。いや相当やばいっすよ、ゲームの世界で20連鎖したら結構だよ、ね、20連鎖なんてしたらもう
めちゃめちゃお邪魔ぷよがもうガタガタガタって来てるような感じですもんね、うん、今確率超えたんだけど結構増えてる。いやめっちゃ出てますよね結構増えた、結構出てますよね、うん、やばスーパーぷよぷよチャンスに入れないとダメだね。やばい、そうですね、全然違う。あれ50連鎖まで来てる。ぷよセグ連続演出、はい、ぷよセグ連続演出。ちなみにさっきボタンを押してくださいってなってボタンを押した時にも震えてましたから、ああ、まあ、今も震えてるんですけど、はい、なんかこれ、じゃあまだ続くね、はい、順目と逆順目が揃えば、はい、あ、なんかやばい音してる。あ、これピンチですよ、カオルキさん。でも赤だよ。ですよね。あ、うわー、マジか。連鎖終了、65連鎖。ただ、まだわからないんですよね、これ。そうだよね。呪文を唱えろって。ぷよ勝負。あれ、弱っ。次回、ブレインダムド、次回予告みたいなのが来ちゃってる。次回予告次回、ブレインダムドって言ってますよ。ブレインダムドってことは緑、はい。私もファイヤーで一番弱いんでちょっと無理っぽいですね。これ今大当たり中2ラウンド分アタッカー開いて、あれセーフだ。あー、そうか、やった、セーフ。外れた、あ、まだか。僕今ブレインダムドの、はい、ブレインダムド SP 栄勝リーチ、はい、なかなか偉いですね。あー嘘でしょちょっと待ってください。あれでも、あ、でも、あ、いつものぷよぷよになっちゃいましたね。外れちゃって、今のは完全に外れる流れじゃなかったですね。ダメだったね危険です。激アツっす。危険です。え、ムムさん誰かですか。危険ですって言ったの。あ、本当ですか。危険、激アツっすって聞こえちゃって全然真逆でしたね。申し訳ない。あ、しかも終わってるし。あ、終わっちゃってるし、やばいやばい。ただまだわかんないですもんね。はい、あー行ってもうた、ま、たんきゅー。こっから、まあ、わかんないよ。わかるよね、きっと。そうだよね、30回転の緑なんで、時短30回ですね。ちなみに何連鎖したんですか。ちょっとよくわかんない。あ、これカウンター見てなかったです。あ、連鎖は141だけど。あ、141もしたんですか。うん、3連かな。1回成功失敗で初当たりだから。わ、すごい。でも3連で2箱、しかもこのドル箱すごい大きいやつ、はいはいはい、でもりもり2箱なんで相当出てる。終わってもうた、あと5回転や。あと5回転、もう動いてない。動いてない。手が動かなくなった。カブってことは左打ちじゃないですか。ってことは前作僕は30回で終わっちゃったんですね。まあまあでもすごいですね。まあまあ行きましたね。2箱ちょい。そう、2箱、はい、まあ、2箱ね、ちょうど打ってる打ってます。最近ずっと打ってます僕は、うん、打ってるし、初当たりを引こうと頑張ってますけど、はい、まだ1回も引いてないですからね、言っても、はい、なんなら液晶も動いてないからさ、サボってんのかなと思って。本当にそうですよ。これスケトウダラだよね、確かね。あ、いましたね。いたよね。いました、いました。一人プレイの時に、はい、そう、敵で出てくるんだよね。敵ですよ、そう。強さがあるじゃないですか。あ、赤保留。お、お、ほんとだ。今強さのことを言おうと思ったんですけど、まあ、赤や。337秒中からのちょっとオレンジっぽい赤保留だね。ですよね。345の順目で始まるということで、はい、ムムさんに初当たりが。まあ、これもちろん続けば続くっていうか、このぷよが揃えば揃うほど信頼度アップ。まだお邪魔が、あ、いきなりリーチになっちゃいますけど、あれですよ、早いね。赤い、あ、でもあれですね、赤フラッシュ、赤と白の紅白柄からの。これは開くね。これはね、開くよ。 SP 栄勝リーチに行くんじゃないかっていう。あ、行きました。さあ、でもファイヤー、ファイヤー弱いね。あ、まだまだ上がってる。あ、でも行きましたね、まだ。あ、すごい、だんだん連鎖するような感じでこう進んでいくんですね。赤だから熱いっすよ。まあ赤保留っていうところであれですけど、普通の人間なら当たるよちょっと待ってください。俺が普通の人間じゃないっていうことが今試されちゃうかもしれないじゃないですか。本当に大丈夫、普通の人間なら当たるから。大丈夫ですか。うん、大丈夫。ここで外れたら普通の人間じゃないですよこれ
普通のボタンです。あれちょっと待って、外れちゃったじゃないですかこれ。普通の人間だったら。でも分かんない、2段階。そうですよね、俺もそう思うんですよ。まだ保留ついてますから、きっとね、ここからね、逆転が見せるやつでしょ。見せる、ほら、長いほら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 、来た。よかった、普通の人間でよかった。普通の人間だった。よかった、本当ですね。よかった、俺カーバンクルになってたのかと思ってたの。もうカーバンクル好きすぎるでしょ。あ、そうだ。さっきからその話ばっかり言いたいだけみたいになってる。赤、赤、お、3、お、格変でございます。格変ですね。はい、よかった。いよいよ俺もとりあえず赤ずかれだから、はい、まあスーパーつかない赤になるか、それともスーパーつくか、はい、スーパーで小当たりらしい。777スーパーがいいです。777777、反応してよ。3や。いや今いつボタンが来るのかなと思ったらドキドキしちゃって。3、ひとまず確変ですね。確変、小当たりラッシュのつかない確変。あ、まあまあまあ、まあ電サボ何種類かあるんですよね、きっと。赤の状態で通常引いちゃうと時間は30だよ、はい、ああ、緑、いや、まだ、え、出た、あ、スーパーじゃん。うまいうまいうまい、よかった。俺もあの、いよいよ、はい、いよいよ、いよいよ連鎖、はい、大連鎖させちゃう。いや、これは嬉しい。お、43連鎖。あれ、あ、いや、ちょっと待ってください。はい、ピンチの時ぐらいしか演出来ないですからね、本当に。そうだね、はい、あれ開いた。いや、ちょっと待ってくださいよ。あ、違うの。そんなわけないでしょ、まだわかんないんですもんね。ダイヤキュート、まだわかんない、ちょっと弱い。 あ、ちょっと待ってください。でもダイヤキュートなの、緑のちょっと一個弱い。そう、まあ揃うと思います。あれ、当たった。ちょっと待って、俺の前に当たった。まあ僕も当たるんで。ダイヤキュートだったの、はい、紫だったから弱かった。紫で ね、まあやっぱ大当たり確率が結構軽いから ね、約150だから。いった、赤以上、よしよしよし、セーフセーフ。あ、緑、諦めないで、ちょっとだけご褒美で、これで右打ちで2ラウンド消化。通常かな、頑張れ。まあ時短ですね。35% を引いたと。まあでもそっから引き戻したのがね、香りキーさんであり、結構無茶なことを言いますね。無茶なハードルを上げますよね、本当に。150分の1を30回転で引くってことですよ。結構じゃないですか。結構そうですよね。でも今この緑の時の時短30回は、白変引けば赤はないのよ。必ず小当たりラッシュの方のステップアップ予定チャンスに行くから。じゃあチャンスであり、そうそうそう、はい、白変 65% 引ければ全部スーパーに行くから。引き時だよね、引き戻し時ね、え、大チャンス。カーバンクの手が止まりました。止まっちゃいましたね。残念ながら2ラウンド通常で引き戻せずと。やば、嫌な音がする。そうですね、まあでも変な話も十分ですよ。 あれバタンちょっと勘弁してくださいよ、終わっちゃったじゃないですか。おっと、7点きた。ちょっと勘弁してください、これスター性出しちゃう。いやちょっと待ってくださいよ、大チャンス。おい引き戻しちゃってよ、ムムさん。これは引き戻しがもしかしたら緑がおマジよかった、やりました、これ。うわー、すごい。いや、やっぱスター性持ってる人は違うよね。いや、ちょっと勘弁してください。すごい。だってほら、今緑じゃない、はい、だから引き戻したらってことですよね。そうそうそう、まあ7ですけどね。7ですけどね、必ずスーパーぷよぷよチャンス。すごい、やった、引き戻した。お上手。123
の、あ、まだ継続できるじゃん。連鎖がまだ残ってます。上手。おっと、キリンフラッシュだよ。キリンフラッシュですよ。7点。これ当たるんじゃないですか。当たれば一直線じゃないですか。一直線だよ。スーパーぷよぷよチャンス。ちょっと一番嬉しいやつじゃん。あれ弱い、はい、ファイヤーだよ。あ、行っちゃう。いや、戻る。嘘でしょ。二段階的なの、いや、わかんないですよ。ほら、あの復活っていう、僕らに復活っていう。お、長い長い、来た来た来た、すごい。すごいって言われた。誰からも言われた。いや、そりゃそうでしょ。みんな思ってますよ、そんなの。ぷよぷよの全部すごい、7点いけました。すごいな。初当たりめっちゃ引いとるね。軽っ。もう7ですからね、安心して見てられます。もう一直線。まあ、カオリッキーさんの横で俺も一回落としてからまた継続するっていう。地味な。いい感じに続いてるね。はい。うわー、すごい。あー、気持ちいい。あ、この音いいっすよね。裏ボタン成功した時の。あ、この音いいっすよね。いい。嬉しいな。ねえ、2人ともせっかくこれね、スーパープヨプヨチャンスに入ったってことで、はいはい、どうですか、この辺でちょっと対決みたいなの、ちょっと挑んできた真のプヨ、そう、あ、挑戦者現るんですよ、はい、真のプヨプヨマスターをね、決めるために俺とカルキさんの、まあ、暫定第2位だ、そう、赤羽第2位、第2位、はい、あの過去だけどね、別にそういうのない。群馬のぷよぷよ。あの、誰も相手してくれなかったで、おなじみの、あ、ぷよぷよ、ほら、あるじゃん。いやいや、ごめんなさい、これもう俺の肉がぷよぷよしてるでしょ。それ、まあ、確かに俺の自身がぷよぷよみたいな感じですけど、ありがとうございます。ベルト乗ってんだよね、ちょっとね、やばいよね、ほら、はい、ちょっと待って、ほら、じゃあ大丈夫、大丈夫、ぷよぷよ、まずそこをやんなくて、そこじゃ、そこやんなくて大丈夫ですよ、本当にね、本当に大丈夫です。何するんですか。はい、まあ、ぷよぷよの、はい、さっき説明したでしょ。ぷよぷよね、ぷよぷよ2人ともこれラッシュ入ったんで、はい、まあ、スーパープヨプヨチャンス入りましたんで、はい、これでちょっと真のぷよぷよを、真のぷよぷよを決めました。決める大会をちょっと開こうじゃない。連鎖させた方が勝ちってことですか。当たり前じゃないですか。わかりました。挑戦者、僕挑戦者で、okay、王にやるってこと。ディフェンディングチャンピオン。オッケー。俺絶対あれですよ、本当に。胸を借りるつもりで、じゃあやりましょう。胸を借りるつもりなんだ。OK、やりましょう。やろう。はい、やりましょう。はい、ということで、なんですか、ぷよぷよのスーパープヨプヨチャンスに、はい、2台とも入ってます。はい、で、ちょっとこの回転数が、この連鎖のカウンターが、はいはいはい、一応まあゼロにしてみようじゃないかということで、はい、ゼロにさせていただいたんですけど、ちょっと私1位になっちゃいました、すいません。ずるしちゃいました。いや、ずるじゃないです、ちょっとあれはしょうがないです、はい、いろいろちょっと今ありますですね、最終的に1、はい、私の方が多かったらドローということで、まあ終わりましょう、はい、1引きましょう、全然それはそうなんです、はい、ちょっと言われるのであれで、ということでゼロからじゃあスタートということで、はめたもん勝ちですね。はめたもん勝ちです。わかりました。この連鎖カウンターが高い方が真のぷよぷよチャンピオンということで、これから名乗っていいんですか。名乗って大丈夫です、はい、ガイドのじゃあ収録とかでも真のぷよぷよを、はい、名乗ったよ。名乗ってくださいよ、はい、わかりました。じゃあ勝負しましょう、はい、やりましょう、はい、まだ終わってませんか。大丈夫ですか。まだ大丈夫です。さすがに今終わってたらやり直すよ。いや、本当ですよね。本当ですよね。さすがにもしかしたら俺が今一歩リードしてるかもしれないです。大丈夫、今34。34でしょ。でもマイナス1だもんね。そうです。やばい、一歩リードされてる。今俺のが一歩連鎖強いです。あれ、なんか俺のと声違くないですか。あ、ボタンでね。あ、これなんですね。そういう意味なんだ。あ、どういうことですか。声が変わるんだ。え、マジですか。あ、本当だ。あ、すごいことに気がついてしまったかもしれないですね。我々何のためにこれずっと光ってるのか分かんなくてさ、ね、アレルって言った時にアレルの声になってんだ。あ、全然変わりますね、声。あ、ここにランプついてた。あ、本当だ。あ、今スケットキャラクターの声であれなんですね。アレル、ほら、リンゴ、カーバンクル。すごい、そんな画期的なことに気がついたのに俺もう終わる人生です。はい、今からって時に。いや、わかんないわかんないわかんないです、まあ、今60です。うわ、めっちゃ玉出てる。カウンター60、やばい。
やっぱ関東、だって今終わられたらもう私の勝ちで終わるよ早くない？いや明らかに挑戦者としてやっちゃいけないことですよ、ね、ここで負けたら、はい、もうちょい接戦が必要だよ、はい、だいあーせーあーよかったよ、危ない危ない危なかった危なかった危なかった企画倒れになった、まあ、なんてことしてくれたんだっていう話になりました。あーよかったトムさん、終わる気しないんだけどいよいよここでぷよぷよのもう98本当だ、ちょっと待ってください91はやりすぎでしょ、ちょっと何倍ハマりだって話やばいね。だってさ、ずっと玉出っぱなしじゃんもう2箱出来上がるよ。まあそうですよね、うん、さっきからあのさ150いきました。うわー、えぐいっすね。自分だって言ってるじゃないですか。いや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 、130結構20連鎖するのもね遠いですよ。いやこれは結構えぐい戦いになってきましたね。やっぱね、群馬のぷよぷよ王と赤羽のナンバー2の戦いは、はいはい、予想以上にデッドヒートしてるっていう。これはすごい名勝負ですよね、はい。まあ、ただ群馬のぷよぷよっていうのは、はい、今日決められたことですけどあの今日俺も自分で初めて自分 の, そのキャッチを知っちゃった感じなんですけど、はい、あ俺ぷよぷよなんだ。熱動しました。熱動はしますよね。終わらないっす。いや勝負つかなかったです、ね、やっぱね我々といえばぷよぷよみたいなところあるんで、ね、それ言っちゃいます。言っちゃいますね言っちゃいますか、はい、全然終わらないんですよ。そうなんです、そうなんです。なのでまあちょっと引き分けということで終わらせましょうかという話になりましての、これ以上 ね, そうですね、殴り合いを続けてても仕方ないんで。そうだね、お互いのゲージがね、どんどん減っていっちゃうので。そうそうそう、あとゲームセンターがちょっと近くにあるんでね。行く？ミカド？ミカドってね、違う行きましょうよ。じゃあゲームセンターでやります。本当に勝負つけましょう。そこで言ったかんね、はい、やるよどっちが真のぷよぷよ王なのか。そう言っといて帰るんじゃなくて本当にやる本当にやる本当にやるんですよ。分かりました。じゃあこの後ゲームセンターの方で私たちは、はい、勝手に決着をつけたいと思います。引き、はい、続きゲームセンターでよろしくお願いします。やらない取らない、まあ、取らないじゃあ、 あのパチンコの方を振り返りましょうか。そうですね、どうでした、率直な感想として、うん、まあ本当に何ですか、まあ、どっからどう見てもぷよぷよっていう感じで本当にあの何ですか、ぷよぷよの世界が全部入ってるなって思いますね、はい、やっぱりまあどっからどう見てもぷよぷよですよね。確かにぷよぷよだな。感想が雑それです雑すぎる。カルキさん感想どんな感じで。もう投げたよ、はい、いや投げました。私やっぱ出玉感が結構あるなと思って。これだってね、そうスーパープープーチャンスで、ライトミドルで大谷確率で159分の1、うん、ながら私だってすごい出玉、今2箱半まで行っちゃいまして、そうそうだ結構普通に今小当たりらしき最近多いけれども、うん、3倍4倍って結構ハマれる時あるじゃないですか、うん、そしたらライトミドルでもこれだけの玉出るならすごいいいなと思って、はいはい、もうなんかあれですよね、夢はありますよね。だからある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 。でその抜けた後もやっぱり159分の1っていうので、そうだ何でしたっけ、折れない心、何でしたっけ、かっこいいこと言ってましたよねもう忘れちゃいましたよ何でしたっけ、かっこいい格言言ってましたけど、そう心が折れないでまた次のあたりに期待できる、まあそうですよね、また再挑戦できるっていうのがバチンコの醍醐味ですからね。そうですね、まあ、全然カメラ見ないのね相変わらずね。じっくり言わないでくださいよ、はい、はい、そうなんですけど、あ本当になんか本当あれですね、なんかこう新時代のライトミドルみたいな、あれ俺滑っちゃったこと言ってますか、新時代のライトミドルパチンコ CR ぷよぷよはですね12月4日全国導入開始ということでございますので、はいはい、ぜひね新時代のライトミドル、ホールの方で一回滑ったのまた言わないでください本当ぜひホールの方で皆さんも体験していただきたいと思います、はい、それではまたいつかこのコンビでお会いしましょう、はい、この後ぷよぷよを決めてきます、はい、さよなら